力と牙以外にも戦う術はある。わかった。本気を出すか。よろしい。反論はなし。わめくな。シズ。許可しよう。しっかりやれ。レオナ先輩が祝ってくださるとは。同じ寮長のよしみだ、リドル。もう帰り道はないよ。本気か？甘い。話しないぞ。くらえ。任せとけって。逃がさないよ。まだまだ。やだ。なんてね。こっから俺のワンマンショーだ。逃がさないよ。かかってこい。逃がしません。わめくな。笑わせんなっての。許可しよう。ほう。しないぞ。よそ見か。言い訳はなしね。俺の勝ち。次から次へと闇が襲ってくる。キリがないな。光は。はじめまして、リディア様。セベク・ジグボルトです。天下無双と謳われた伝説の右大将殿に稽古をつけていただけて光栄です。今日からよろしくお願いします。ん、あれ、失政頃のセベクか。よく覚えている。僕が初めてリリア様の家に稽古に行った日だ。元気がいいな。バウリによく似ておる。だが
わしはもうとっくに現役を引退したただのジジイじゃ。そうかしこまらずともよい。はい。シルバー、お主の弟弟子が来たぞ。挨拶せ。シルバー、はて、さっきまでその辺で一人で鍛錬していたはずじゃが。構えて立ったまま寝ている？おお、そこにおったか。おい、起きろシルバー。トト様、俺はまた寝ていましたか？ぐっすりとな。ほれ、昨日話した弟弟子のお出ましじゃぞ。耳が丸い。俺と同じ人間？僕は人間じゃない。半分はそうだけど。鍛錬中に立ったまま寝るようなお前と一緒にするな。でも髪は寝癖だらけ、顔によだれの跡までつけてる。こんなだらしない人間が兄弟子なんて僕は認めないぞ。トト様、なんであの子は怒ってるんですか？先が思いやられるの。昔から何も変わってねえんだぞ。シルバーと一緒にするな。僕はあいつよりちゃんと成長している。あいつはここにいないようだ。どこかで眠りこけているのか。まっ